みなさんこんにちは。キラキラキラってゆーちゃんです。ママです。今日は映画真夜中乙女戦争を見てきました。イエーイ。夕日猫にゃーにゃー。あらすじをざっと説明します。お願いします。大学生の主人公私が自分の生きる意味を見出すべくとあることから出会った黒服と東京爆破を計画するが、サークルで知り合った先輩に恋をして彼女を守りたいと思うようになる。果たして私は東京を爆発するのか。そんなお話になっています。どうでしたか？今回については本当に感想がなくてですね、いつもパッと思いつくんですけど、もなくて、なんかまあ喋れないんですけど、怖かったです。ね、この話ちょっと難しいかもしれないね。ゆちゃんぐらいの子が見るにはちょっと難しいのかもしれない。とりあえずまず登場人物たちの独特な言い回しがちょっと頭で考えないと理解できないところがあったりもするし、まあまた。理解できなかったりする部分もあるんだけど、そのまた言い回し的な部分がこう多分多感な時期の悩み大きい若者が大人になりたいなと思ってる若者が見るとこう刺さる部分がたくさんあるんだろうなっていう部分ではあって、そこが魅力的な部分でもあるんですが、何も考えずぼーっと見たいなって思う私とかはちょっと見づらかったというか疲れる映画だなと思いました。で、まあ、ただこの映画最終的にはこう主人公が最後後悔をするんですね。自分のやってきたことに対してこうしてればよかったんじゃないかっていう、こうだったらもっと違ったかもしれないっていうのを優しい音楽と優しい映像で最後振り返るので、その最後バッドエンドでありながらも何か前向きなメッセージが残された印象がありました。小学生にはちょっと難しいよね、内容がね。はい。そうですね。それでなんかその結局、まあ、憧れのマドンナである先輩もやっぱり普通の人だったっていう現実を最後知って、まあみんな自分が思ってるほど立派に生きてもいないし、その一番幻想を抱いてたのは主人公で、そこと自分とのギャップに苦しんでたのも主人公で、その意外とみんなねこう真っ当に立派に生きてるっていう人が少ないんだなって最後気づいて、もっと違う生き方があったかもしれないなって思った時にはもうすでに遅かった。だからまあ今悩んでる人たちも何か違う行動をしてみたらいいんじゃないかっていうメッセージが最後込められてるのかなと思って、多分その悩み大きい年頃の若者たちがすごく支持される理由はそこにあるのかなと思いました。大人になってからこういうことに惑わされちゃダメだよっていう勉強になりました。あ、よかったです。それではゆーちゃんお待ちかねの真夜中乙女戦争クイズ。なんか全然覚えてないんだけど。第1問。大学の講義は1回いくらでネットフリックス何回分だと主人公私は言ったでしょう。3000円でネットフリックス5回。3回分でした。3ヶ月分ね。3ヶ月。じゃあ半分正解で。第2問。私が入ったサークルは？わかる。正解はかくれんぼ同好会でした。3問。私が好きな食べ物は？ピクルス。好きだっていうのをね、なんだろう、他にも好きなものあったのかもしれないんだけど、このお話の中で唯一これは好きなのかっていう
感じでやり取りしてる食べ物が一個だけあるんだよね。正解は茎わかめでした。第4問、私がクビになったバイトは？それはクビになって違うバイトをし始めたの。その前にクビになったバイトがある、うん、急に電話でクビになったバイト。正解は家庭教師でした。第5問、私と黒服が捨てられていたブロッコリーをどうしたでしょう。すごい。自転車のカゴとかサドルとかに刺したりといういたずらをした。第6問、私の将来の夢は何でしょう。ちょっとちらっと将来の夢の話してたからね。仕事をしてどうしたい。正解は庭付きの一軒家に住みたいでした。第7問、クロックたちの仲間の印は何でしょう。猫のプラロイド。正解です。第8問、先輩の夢は何でしょう。正解は死ぬほど面白い本を作る。第9問、大学のサーバーを乗っ取った黒服が校長先生の顔をいたずらしました。どんないたずらでしょう。校長先生の顔を猫にしました。第10問、パワハラでワンと言わされていた人物の名前は何でしょう。松本さんでした。以上です。今回難しかった。今回結構しっかり見てたら分かったかなっていう問題が多かったと思うんだけど、難しかった。情報量が多いんだよね、この映画全般にね。ちょっとね、ゆうちゃん今回キンプリのれんくんが出るから一緒に見に行ったんだけど、ちょっとゆうちゃんには難しい映画だったよね。れんくんはかっこよかったんだけど、全然なんだろう。それだったらかぐや様は小倉世代とかの方が見やすく分かりやすかったよね、内容的にはね。どうでしたか、れんくん。どうでしたか、れんくんの感想を教えてください。れんくん男の人とチューしてましたけど、どうでしたか。チューの悪かったね。はい、じゃあれんくんがとてもかっこよかったので、ぜひ劇場へ足をお運びください。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。